2番手以降が固まっていますが、先頭が2番手以降を大きく離す形になりました。先頭行くペイシャゴンジセ3コーナーカーブ2周目、リードが10馬身ぐらいあります。 3,4 コーナー中間、徐々に後続は追い上げてきました。5番のレオニーズ押して2番手まで上がって、さらに前を追う構え。その後ろからはオンワードハンター、藤野なでしこ外に持ち出して、7番ノワールギャルソン追い上げて4コーナーのカーブ、その後ろがサラブ大丈夫、東海ハッピー以下。4コーナーカーブから直線に向かいました。ペイシャゴンジセまだまだ先頭です。リードが4馬身5馬身あります。レオニーズ2番手差を詰めにかかる。藤野なでしこ外から追ってくるのは7番のノワールギャルソン以下ですが、まだまだ先頭を守る2番ペイシャゴンジセ、3馬身4馬身のリード。2番手争いは7番ノワールギャルソン上がって、外から9番の東海ハッピーを前を追っていますが、先頭2番のペイシャゴンジセ押し切った、ゴールイン押し切りました。2番のペイシャゴンジセ、2番手争いに7番ノワールギャルソン、これに最後外から接近してきた9番の東海ハッピー。さあ、間もなく先頭は 1000m 通過という段階、62秒くらいのペースであります。3番手が並んでいて、4番ペプシト卑弥呼、5番のハーツイストワール、流れを読んだか上がっていって、6番のホーエーデルがもう3番手争いまで上がっています。9番レザネフォール、内からは2番のカリンカ、外から動いていって、10番コトブキテティス、その後ろ1馬身後ろに7番のエフェクトオンがいます。あとは8番のモイ、そして1番のラインオブダン、3コーナーカーブ。さあ、これは短期大逃げ、11番平木メルロー、大きなリードを取っています。ちょっと測れないぐらいの差になってきまして、4コーナーへと向かっています。単独の2番手の位置に3番のダブルフラット、その後ろも大きく離れているハーツヒストワールが3番手、第2集団という感じの先頭。その後6番のホーエーデル、第4コーナーに向かいます。短期先頭11番平木メルロー、後ろ10頭ははるかに後ろだ。直線コース400を迎えて、先頭は11番平木メルロー、リードを大きく取っている。2番手はダブルフラット、追ってくるハーツイストワール、3番手から2番手を伺います。坂を上がって、短期先頭11番平木メルロー、影も踏ませない勢いか、200を切った大きなリード。2番手は3番手ダブルフラットに並びかけるハーツイストワール、3番手から2番手に上がった。しかし前には届きそうにない。先頭11番平木メルロー、あっぱれの逃げ切り勝ち、拍手に送られてゴールイン。2着5番ハーツイストワール、3着3番ダブルフラット。1馬身差3番のジルダがそのを目標に追走、外に7番の里野健志郎がいて、向こう上面中間を通過、後方3頭はほぼ並ぶような形で、内4番の電光インパルス、外から続いたサマーローズ、そして内から5番の東京タフガイ、番は3コーナーカーブ。先頭はもう今3コーナー回りきって残り600を切っています。先頭を切るコパノマリーン、後続に依然として7馬身から8馬身リードを取っています。谷のアバンシー、東海シェーン、谷のアバンシー、手が動いてきました。東海シェーン3番手、その後ろにアッシュゴールの残り400切っています。4コーナーカーブ、レッドアルティスタ、そして里野健志郎、まだ後方から3番手グループ。さあ、先頭を切るコパノマリーン、まだリードが6馬身ある、残り200を切って、徐々に差を詰める2番の谷のアバンシー、差は詰まりません。3番手1番のレッドアルティスタ、ようやく7番里野健志郎とジルダが追い上げて2番手争い、10番のコパノマリーンゴールイン。しかし2着谷のアバンシー、2着争いにようやく加わろうとしたジルダと、そして里野健志郎、結局3着争いでした。前の2頭が後続を突き放して逃げております。クイーンスプマンテが先頭です。クイーンスプマンテが先頭、3馬身のリード、そして単独2番手の位置ですが、11番のテイエムプリキュア、その後はもう10馬身以上開いて、さ、先頭は3コーナー坂の頂上からすでに下りへと入って、残り800を通過いたしました。単独3番手の位置にリトルアマフォーラ、残り800を今ようやく通過しています。川上プリンセス、さらにはゼッケン9番のブラボーデイジーも3番手集団の一角、レインダンス、そしてブエナビスタが動いてまいりました。さあ、坂を使って勢いをつけて残り600を通過、まもなく4コーナーへと入ってまいります。そしてその後にシャラナやジェルミナルと続いております。さあ、前の2頭クイーンスプマンテ、クイーンスプマンテ、テイエムプリキュア、両馬が並んで、さあ直線コースへと向かっている。さあ、前の争いですが、クイーンスプマンテ先頭、クイーンスプマンテ先頭、そしてテイエムプリキュア、テイエムプリキュア、ブエナビスタ、ブエナビスタ、ようやく単独3番手に上がってきた。そしてリトルアマポーラも上がってくる。さあ、前の争いですが、クイーンスプマンテ、クイーンスプマンテ、もう再び2馬身とリードを取った。2番手の位置ですが、テイエムプリキュア、ブエナビスタ、ようやく3番手に上がって、さあ、前にどれだけ迫れるか。先頭はクイーンスプマンテ、振り切ってゴールイン。なんとクイーンスプマンテ、なんとクイーンスプマンテ、田中博康初 G1 制覇。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。